どうもこんにちは。今日はですね、リクエストであったので久しぶりに2人でご飯を食べながらお酒でも飲んでみようかなと思います。で、今ね、ご飯が全くないので今からご飯を作ろうと思います。メニューはお好み焼きと、あとチーズ揚げの2品、ビールとほろ酔い、これで今日は飲んでみようと思います。これが卵焼きさんが作ったじゃーん、チーズ揚げ。チーズ揚げ、これがね、美味しいよね。揚げすぎとか言われるじゃんカツ丼みたいな、ね、そうそう言われちゃう。あと塩かけすぎって言われる。そうじゃんねじゃあいただきます。いただきます。じゃあまずね、これをじゃん、せーの、うん、あー、いい音。じゃあいただきます。いただきます。どうした？あ、そうそう、あとね、これなんだっけ、山芋を切ったやつ、短冊切りに切ったやつかな。うん、ちなみにこの鉄板は7年は使ったよね。で、7年ぐらいこうやって金属のヘラを使ってるんですけど、まあびくともしないよね。傷はついとるけど、ちょっとはなんか人によっちゃこのお好み焼き出てくるじゃん、うん、で、最初にマヨネーズバーってかけたら怒る人もおるらしい。なんで？まずそのお好み焼き本来の味を味わってから食べろみたいな。あー、わかるわかる。本来の味？私が唐揚げ作ってあなたがべっしょりマヨネーズかけるみたいな感じよ。なるほど。私の味付けはほぼマヨネーズの味じゃん。いや、あれもね、一人暮らしの時の癖でから唐揚げ出てきたらマヨネーズバーってかけんと気が済まんのよね。なんかいや、いいんだけどね、うん、だけ一口食べる前にだけ塩コショウ、最初からね、そうそう、塩コショウとか足したりとか、あ、マヨネーズかけるような、レモンかけるような感じでね、唐揚げにレモンね。うん、あれ未だに良さが分からんけどね。かけてもいいけど最初普通に食べたいね。一番最初はね、うん、何口目か食べた後に味からダメにかけようかなとかなら、うんうんうん、マヨネーズドバーっとかけたりとかね俺 YouTube の中で動画いろいろ見たけど、夫婦でお好み焼き食べながら食べるっていうのは初めてなんだよなんか四つで見たことない気がする。お好み焼き自体があんまり動画ないもんね、多分。でもお店のが多いよね、お店の焼き方っていうか、うんうん、でもこれもお店は真似してよね。店で作ってもらいながらじっと見て、うん、覚えて、ひっくり返せんけんね。こうね、パッてやったね、パッと多分ね、できん人はね、こうやってやるんよ。あー、それそれそれ、こうやってから、それ私じゃなくて、ドアノブをひねる感じでクイッつって、これをこう持ってパッてやるんじゃなくて、クッ、あー、あ、わからん、怖いわ全体が なりそうにないけど、こう、多くも、あ、そうそうそう、できそうにないけど、うん、でも多分ね、浮き上がっとるの多分これぐらいまでしか浮き上がってないんよ。多分ガッてやる人はこの辺までやって、こうくるりんぱってやろうとするんだけどだけどそうじゃなくて、美味しいね、うん、チーズ揚げ美味しいわ、うん、ビールによく合うちゃんとしたビールじゃないけど
ビール飲める人は金麦美味しいっていうの分かってくれると思うよ。だってスーパードライの半額ぐらい。うーん、ね、近いね。あ、味に変化をつけようよ。ごめん。いやいや、いいんだけど。お好み焼きをあんまり食べない人は分かんないかもしれないんですけど、このね、ヘラで食べると美味しさがね、3割増しぐらい。いや、ほんまに熱い、熱い感じ。熱々で食べれる感じ。うん、絶対あの、店とか行ったらヘラで食べた方がいいよね。最近ね、よくあるお好み焼き屋さんだから、こういう鉄板で食べさせるんじゃなくてから、うん、なんかでっかいチリトリみたいなのにこうお好み焼き入れてから。あー、あるじゃん。はいはいはい、ある、ね、あれ俺嫌なんよね。あの、絶対箸で食べに行けんじゃん。うん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 。で、しかもあの、だんだん冷めていくじゃん。あー、絶対私もお店だとヘラになったかも。ヘラで食べる美味しさが分かるともう戻れんよ、箸には。さあ、じゃあロッキーの話しようか。ロッキーロッキーもう忘れてしまってきとるけどな。一回ずつくらいしか見てないじゃん、私。じゃあ忘れていくけど、何回ぐらい見た？全部10回は見とる。わあ、全部10回は見とるけど、5は3回ぐらいしか見てない。3回も見てないから、多分2回ぐらいしか見てないかもしれない。5はほんまにダサくだった。あの、ロッキー・ザ・ファイナルがあったじゃん。あれでそのロッキーファンが救われたところはあると思うよ。ロッキー5で終わっとったけ、これで最後みたいな。なるほどね。最後街中で喧嘩して終わるじゃん。だけ、でもそれすら私覚えてないかも。マジでロッキーはね、毎回このシーンだったらうるっとくるわっていうシーンが結構あってから。あるかいね。あるうるっと。うん、まずロッキー2だったら、ロッキーはエイドリアンがボクシングやめろみたいなこと言うけ、ちょっと目が悪かったんよ。右目だったかな。医者に止められとってから、でもアポロとやるっていうけ、あの、もうやめてほしいっつって、で、子供もできるんだけって話をしようって、まあ入院するんよね。その病室でロッキーがお見舞い行ってから、いやもうやめろって言うんだったらやめるみたいな、やめるけみたいな話をするんよ。そしたらエイドリアンが、ロッキーちょっと来てって、エイドリアンが勝ってっていう。そしたらミッキーが何グズグズしてやるみたいなこと言って、それであのロッキーのテーマが流れて、あのトレーニング風景になるんよ。あれがね、もう泣ける。で、アポロ戦が終わった後にインタビューを受けるんだけど、そのインタビューのシーンもね、めっちゃいい。覚えてない。ワンがこういう話で、ツーであの、そのアポロと戦ったんだっけ？いや、ワンでも戦うよ。あ、もうそれすら覚えてないよ。だけどワン、ツー、スリーでどういう話だったかっていうのは全部覚えてないけ。ああいうシーンあったなみたいな、全部通してね。なるほど。ちなみにロッキーのワンで最後アポロが勝つんよ。判定になってから、でアポロがお前とはもうやらんぞっつって、その時ロッキーは勝ち負け関係ないんよ。そのちゃんと戦ったっていう現実がロッキーにとってはでかかったんよ。勝ち負けじゃなくてから、トレーニングとか一生懸命頑張って、そのうだつが上がらんかったところから、あのチャンピオンと試合してから俺はここまでやったんだっていうのがワンだったんよ。でけ、最後エイドリアンっつってエイドリアンをずっと探すシーンがあって、それはもう俺は やることっていうか、やれるだけのことはやったぞみたいな。まあ最終的にアポロが勝つんだけど、でアポロクリードって言った時にアポロがこうやってリングの上でこうやって喜ぶよね、ちょっと。でもちょっと周り冷めとるんよ。っていうのがロッキー・ザ・ファイナルでもそうだったよ。っていうか、1と6っていうか、1と最後が結構ねリンクしとるっていうかね。その最後の覚えてる？5で、ファイナルね。あ、ファイナル、ファイナルで、でも自分は負けたと、もう別にそんな関係ないけ、すぐ降りたじゃん。そう、判定聞く前にね。だけどもう、会場みんなロッキー、ロッキーになっとるよね。そう。わかるよ、それ覚えとった。覚えとった。ファイナルのは覚えとった。ファイナルは、ロッキーが最後もうそのまま帰ろうとするよね。あ、そうよね。帰ろうとするんだけど、それをポーリーと息子が呼び止めてから、ちょっとみたいな感じで、でロッキーも手をこうやって上げてあげるんだけど、あれがまたね、すごくいいし。あ、
そこは覚えてなかったロッキー2のエイドリアンが勝ってっていうシーンがあるって言ったじゃん、うんうん、で勝ってっていう言葉はロッキーザファイナルでもね息子が言うけ勝ってっていうんだけど、ああこれエイドリアンもいいよったわっていうので、ね、そこでねそりゃ今聞いたらちょっと打ってくる。そうそうそう息子っていうかピーターじゃけどね。ああ、うん、ピーターね。あの役者さんほんまかわいそうね。ピーターのイメージしかないもんほんまに私のだけかもね、そうやって思ったのは。でもヒーローズ見たことある人は絶対あれピーターにしか見えんじゃろ、うん、ヒーローズ見とる人はね、うん、なんか空飛ぶんかなと思う、うん、ヒーローズもねシーズン1は良かったんだけどね。まあ1個もまあまあ良かったけどね。でも1が一番面白かったね。剣聖竹蔵が出てきたあたりからおかしくなったよ。あーあれいらんかった。あれいらんかったよほんまに。しかもなんかイギリス人みたいな話だった。あれちょっと意味わからんかったね。うーん1はね、まあ、ほんまに面白かった。うーん1ね